古代イギリシャの庭園は古代イギリシャで作られた庭園と後期の古典的な時代にギリシャ文化の影響を受けて作られたヘレニズムの庭園に区別される。ただしどちらについても今日ほとんど知られていない。古代ギリシャ人が英華界に入る前、ミノア文明はフレスコがクノッソスの北東 EN アミソスにあったもので特に様式化された花の神聖な風景の中に ミドルミノアのフレスコ壁画で表されていたのは、微妙に馴染みのある、自然風景の形での庭園を表していた。ファイストスの宮殿東の翼において、マリア章は信じているのが、開けて調整された穴には一度何かが植えられていたかも、しれないとのことで、ミノア文明後の世界では、ミケーネのアートは、人の相互作用を集中させると、自然世界の役割が現じていて、 喜びの庭が機能していそうにない、ギリシャの暗黒時代には、未経年の宮殿文化崩壊をびリテラシーの損失が続いていた。紀元前8世紀に、ホメーロスの作品は、多くの詩的な気ままさによって傍聴者の基地世界を覗き、それが再生していた、アカイア人の勇ましい世界からしたのと同じくらい、多く立っている、神話的なパヤキアの歩きのオスの、 ネバーランドの庭一回の山椒を含んでいる。私たちは遥か遠くに住んでいると、ナウシカーは言った。さて、あなたは道路に沿って、素晴らしい林を見つけるでしょう。パラスの聖なるポプラから、泡立つ春の中と、牧草地がその周りを走ります。私の父の財産、彼の花の咲く、果樹園もあります。男の強い叫びが持てる限り町から遠く離れている。そこにつけなさい。 宮殿の庭園は中庭の外の柵で囲まれた果樹園で見応えが他にないほど輝いていました。ここでは贅沢な木がいつも彼らの素数にあるザクロとなしそして赤く輝くリンゴのイチジクとオリーブは滑らかで濃い色に膨らんでいます。そしてこれら全ての木の収量が決して衰えたり死んだりすることはありません。冬も夏も一年中収穫されない。 それにもかかわらず、この説明では、庭園作家に愛されています。考古学者が見分する限り、そのような庭園は、ホーマーの同時大臣には知られていませんでした。ギリシャ神話の庭はほったらかしであった庭、が単純に整然としたオーダー的な流行になるが、それは、オーダー、テミスは、ヘスペリゲスの庭が維持されていたことの道理から考えて、果樹園だったためである。考古学者は、 未経年文化の宮殿内や古代のギリシャの家屋内に植樹された中庭を特定していない。古代ローマの庭園に関するシンポジウムの編集者の見解からギリシャの先駆者に対する貢献を含めブルーニル・ダシスマンドリッチウェイの記事は批評家に注意を促した。すべて実用的な目的でそこで出現していた多分植物を持つ少しばかりのポットにも 全てのギリシャの都市の家の庭は、どの種類の庭でもなかったために、リッチウェイは、ある文献そして少量の考古学的証拠から、野菜畑や果樹園の他に、公共のためにまたは生域に関連する、反公共の庭園であると見抜いた。前5世紀と4世紀のアテネでは、彼は詳細には示していないが、プラトンが法典で指示したように、いくつかの公共の場に木が植えられていたのである。 アテネのヘファイストス神殿は3世紀の植栽ピットで、マートルトザクロに植え替え1936年、アテネヘファイストス神殿周辺は裸岩で発掘され、そこでは長方形の植え込みピットが確認された。それらの基地には、草状の茎が根付いていた植木鉢の破片が残っていた。しかし、関連する効果は、これらの植栽の最初のものが、 紀元前三世紀前に作られたのではないことを示している。その時までに、ギリシャ本土と中イオニアの影響を受けるアケメネス朝、ペルシャは人の傾向が見られた庭園で最も重要だったが、前の世紀、アレキサンダー大王にプルタルコスは認められ彼のマケドンでの父の法廷、ペルシャの道路と軍の組織について、少年の彼はペルシアの訪問者に等が、 バビロンの空中庭園のことは決してありませんでした。おそらく5世紀半ばにバビロンを訪問したヘロドトスは空中庭園について言及していない。アケメネス朝影響下でアテネに戻った時に小立を植えた。ミダスが酔っ払って発見したシーレーノスのマケドンに設定された神話は単にその設定からバラエンからヘレニズム時代に遡ることができる。アテネでは4世紀に 最初の主的遊園地が文学に登場する。アカデミーはその場所を曖昧な古風な英雄、アカデモスに神聖なプラタナスが古代の子立ちの中にあった。聖なる子立ちが積極的に植えられていないが単純に太古の昔から存在し、神聖として認識されていたプラトンのアカデミーでの知的言説のためにない場所がない庭園の歴史時。 熟考のためのリゾート地として保存。それとは、対照的に、アカデミーのオリーブは、サフィサス川の水が流れていて、エレクテーオンで神聖なオリーブを切り取って植えて、育てたと言われている。遊園地がそうであるように、儀式的な理由から、アカデミーの手目のまたは、聖地は、丸く囲まれていた。その境内には、建物があった。支配者の英雄のそれに加えて、 小さな寺院、神社と墓。紀元前322年の植物学の父、テオフラストス、継承されたアリストテレスが、彼の学者と彼のライブラリーと一緒の庭を。私たちは、それが散歩をしたこと、そしてテオクラトスがそこで講義をしたことだけを知っている。それは、ある意味で、レクリエーション目的より、むしろ科学目的の植物園であったかもしれない。哲学者エピクロスは、 紀元前306年にアテネに戻った時、ストアとアカデミーの中間にある庭の名を冠した学校、ザガーデンを創設した。ボルテールのレデリスのジュネーブにある彼の家の庭は歴史よりも熱意を持って叫ぶことができた。それは庭のある哲学者の宮殿です。エピクロスの引く、それは美味しい隠れ家です。アドーニスの庭園がシリアの影響下では、 ソーサーや鉢で育てられた草本の未生植物の単純な植栽であり、夏の暑さの中で崩壊したこと、彼の女性支持者の中でのアドーニス追悼の合図だった。しかし、マケドニアのハルパロス、バビロンのアレキサンダーの後継者は、王宮にいくつかのギリシャの植物を成長し、ギリシャ本土を歩く、民主主義と西洋の文化的伝統の母で、ヨーロッパ庭園の母親ではなかった。 素晴らしいヘレニズム庭園は、プトレマイオスの無声音の一部である有名な図書館を含む壁に囲まれた壮大な楽園の風景は、アレクサンドリア王朝のそれだった。水上オートマトンとミズオルマンは、ヘレニズム庭園に登場しており、アレクサンドリアのヘロンような技術者によって考案された、戯曲は偶然ではなく、舞台のための機械も考案していた。古代期の後期には、 ペリススタイルが壮大な民家で支配的になった。これは舗装された中庭で屋根付きの吹き抜けに囲まれた鉢植えの植物、ペルシャとエジプトのアイデアが装備されるようになり、宮殿や競技場に使われた。ローマの装飾的な園芸は、ローマがギリシャ化された東の園芸の伝統とが出会った後に初めて現れた。ありがとうございます。